はい、ご視聴あり、あ、ご視聴ありがとうございましたね、今。こんばんは。ミッシングチルドレン。行方不明をやっていこうと思います。これはパート3になるかな。前回は何やったっけ？箱の鍵を手に入れたんだな。で、この箱の鍵を手に入れて、コンピューターのパスワードを手に入れたって感じです。意味わかんないな。まあ、いっか。なんか、そう、犬がなんかね、そう、人面になったんだよ。じいさんになったんだよ。あれがマジでびっくりしてさ。で、パスワードが必要なの、水木の家だっけ？そうだよね、水木の家だ。あ、じゃああれか。前回わざわざ、交番戻ってくる必要なかったんだな。ああ、たたたた。ああ、腰痛。あ、え？ああ、びっくりした。え？あれ？え、今俺外から来なかったっけ？あれ、俺今何した？俺こっから入ったんじゃなかったっけ？あ、ちょっと待って。これ、押せる。あ、押せねえわ。あ、なるほどね。あれだ。なんか、ロード中みたいな時も、一応前進ボタンを押してると有効なんだな。だからなんか今すごい、この壁の端っこでスタートしたんだ。俺ずっと W、前進キーを押してたんだけど、そういうことか。で、パソコンのパスワード、ちょっと待って、ね、ブルームいらないわ、じゃあ。あんま関係ねえか。で、これね。パスワード。どっちも見たいけど、メールにはこう書いてある。水木、彼氏と別れたって聞いたけど大丈夫？それもよくわかんない理由で。一方的に振られたって聞いたけど。でもあの手紙はまだ出してなかったよね。水木って彼氏大好きで、彼氏命みたいなとこあったじゃん。リア充だね。ちょっと心配なんだけど。え、何その顔文字。左目グリーン上がってんじゃん。クリックか。いつでも話聞くからね。誰やねん。チャット見る。チャットにはこう書いてある。水木、あれ持ってきたよね。ゲップが出ちゃう。あきこ、わかってる。かなえ、あの公園ね。ああ、やっぱりつながりがあったんだな。公園？あきこ、遅れないでよね。公園ってなんだ？公園ね。公園。まあ、おまわりさんに聞くか。この辺の公園、どこですか？みたいな。どこ行くんです？公園。あ、そのまま行けんだ。わかるん？ん？公園。実績のロック。解除した。急ぎましょう。急げよ。来いよ、お前も。あいつやる気なさすぎだろ。まあいいや。私が行くわよ。あ、うわー、おまわりさんもしかして。でも来ないな、こっち見失ってる。ここのバイト楽しいぜ。よし、時給950、1300円、見たことあるな。これ夜勤事件の時給と一緒じゃね。このヨシさんっていうのもあれなのかな、パトロンなのかな。サンキュームービー、これは見た。なんか夜勤事件でもカップ麺の宣伝してたよな。あれ見つかったらやばいよね。
あれ、なんか自分の動きと一致してるか。横、あ、ほら。まあ、パトカー貫いたぞ、あいつ。あ、でもこっち行けねえわ。あれ、自分だな。ちょっと光の中に炙り出してみようか。何なんだよあいつ。あ、ちょっとずつ近づけば、あ、そんなことできねえか。まあいいや。なんかあいつ来ねえな、多分。いや、近づいては来てるか、着実に。あ、え、なんかいるな。え、なんかすげえかっこいいポーズしてんじゃないあれ。え、誰あれ。ああ、取れねえか。誰だろうあれ。かなえ、あきこ、みずきの誰か。ただまあ個人的に思うことは、このかなえ、みずき、あきこ、全員なんかこう問題をこう、怖いな、でもあいつな、問題を抱えているみたいでしたよね。うん、3人ともだから結構辛い、うん、環境にあると。あ、追ってこないな、こっから先はもういいのか。でもこの道が、まあでも合ってるよね、さすがにこんな作り込んでるわけだから、ここで合ってると思うけど。ん？すげえ水だね。湖かな。広い公園だな。できてる？できてないな。この先橋へのバイク自転車の進入を禁止します。バイクで通るやつとかいんのかね、やっぱり不良だよな。あ、通れねえ。何考えてんだか分かんないよね。ああいう人たちって。なんかたまにさ、これ話したことあるかもしんないけどさ、なんか大通りをものすごい爆音でさ、バン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 みたいな音立てて走ってるバイクいるじゃないですか。あれってさ、何がいいんだろうね。あれ人前で兵こいてんのとほとんど同じような感じだと思うんだけど。あれ女の子っぽくない？なんか聞こえるな。やめろよもう。怖いよ。これ逆？あれ？ん？どっち行ってた？こっちか。はあ、今びっくりしたわ。そうね、すぐマウスにこうやってぐるぐるぐるって現れちゃうからさ、酔っちゃう人いたら本当申し訳ないんだけど。月か。なんか、何？え？あはあ、木のテクスチャがあれか。近づくにつれて表示されてるだけか。え、バイクのあの話したっけ？ね、あれ、人前で屁こいてんのと全く一緒だよね。あー、手遅れだったか。なんかこういう時にこれ、あ、青こっちか。関係ないが。いや、でも緑っぽいよな、こっちの方が緑。で、赤これに使うみたいな、ないんだ。なんかあれだな、赤色のやつと水色のやつ、スニーカー一緒だな、これ。うん、色が違うだけで。これは何、ロープは。これ手遅れだった感、あれ、ああ沈んで、おー、びっ、え、は？え、何今の。ちょっとよく見えなかったけど、なんか、でかくなかった、ちょっと。私はあの後気を失って池に落ちてしまったそうだ。そこへ船橋さんがすぐに駆けつけてくれて死なずには済んだ。船橋どこにいたんだよ。私は匠を救えなかった。そして今日また三人を救えなかった。一人も。私は何のために探偵をやっているのだろう。いじめ探偵でしょ。
私はそれから一週間は何もする気になれなくて塞ぎ込んでいた。どうして自殺なんて。まあでも自殺の理由が分かっているから原因となった人を恨みそうにもなった。けど恨んでいる自分が嫌になって少し冷静になった。匠が亡くなった時自殺だと分かった時、私は目をそらそうとした。とっても身近で大事な人が自殺。自殺というものが近くに存在するものだとは思ってもいなかった。どこか人ごとでいた。その時までは。その大きさに、不覚にも息子の死をもって知ることになるなんて。だから今回は絶対に助けたいと思っていた。同じことを繰り返さないように。でもどうにもできなかった。匠の死がつい最近のことのようなのに。匠が私を探偵にして、匠が私を突き動かしてきた。匠の死を無駄にしないように。それだけだった。私は新たに三人の命も背負うことになった。匠と三人の命は結局無駄だったのだろうか。そんなことは決してない。あってはならない。あの子たちの死を無駄にしないためにも、今一度私は人生をかけて立ち上がらなければならない。残されたものにはそれしかないのだから。やっぱり新聞記事にあった、佐藤匠くんの母親が、このいじめ探偵佐藤だったわけだ。あれ、バッドエンド？あ、グッドエンドもあるんだな。なんかすっげえ緑なんだけど。ああ、終わっちゃった。え、なんか色違うよね。なんかおかしいよね。これはバグではないか、さすがに。あ、ヨシさんってやっぱり、支援者の人だったんだね。ガッチマン。ガッチマンさん。成宮いつきさんっていう人も前にもいたよね。あー、いっぱいいるな。で、そうだ。なんか話そうとしていたような気がしたんだけど、忘れちゃったな。あー、そうだね。まあ、3人の女の子を結局救うことができなかったわけだ。いじめ探偵は。ただ、まあ、いじめ探偵と関している割にはね、なんというか、まあ、亡くなってしまったその三人の女の子に関しては、いじめを受けていたのは一人だったんだよね、多分。で、一人は、多分母親の過干渉に悩まされていたんだよね。自分の彼氏と別れるように強要されていて。小島店員さんもいるね。ごめん、見ちゃうわ。で、もう一人が、両親の喧嘩？いや、島津の鉄砲兵さんもいる。今いいだろ。で、もう一人が、そう、両親の不仲で悩んでいたっていう感じだね。それで自殺を選んでしまったわけか。なんとも言えんな。まあ、両親の不仲ってやだよね。終わっちゃった。でも今のはバッドエンドだったわけじゃん。グッドエンドはどうすればいいんだろう。わからんな。よし、まあ、ちょっと調べてきた。ちょっとわかんなくて調べちゃったんですけど、まあ、わかんなくてっていうか、いろいろと調べたりとかしな、調べたりって、まあ、ゲーム中でね、いろいろと自分で探索したりとかしなかったんだけど、どこだっけな、かなえ、かなえじゃない、あきこだ。あきこの家って、二度目以降はこうやって家の前からスタートできてたんですけど、実はこの前ですね、に行くことができる場所があって、まあ、実際それ最初、なんだろうなって気づいてたんだけど、忘れてたんですよね。で、そこにね、お地蔵さんがあって、これ、なんかお供え物をしてほしいみたいな。なんでわかんのかって話なんだけど、で、ここにね、風車を、お供えするみたいなんですよね。パスワードじゃない。これだ。はい。ね。ここに使うみたい。もう十分なようだ。
まあ、このいじめ探偵佐藤もねなんかスピリチュアルな力を持ってるんですよね。でそれで普通にエンディングを迎えればいいみたい。じゃあそこまでカットしますわ。よし、公園まで来ました。まあ、どう展開が変わるかっていうことだね。こっちか。あ、いや、こっちか。あ来いよ、船橋よ。完全に突っ立ってるだけだ。あれだね。女の幽霊が出てこない。これはちゃんとした変化があるみたいだな。何にも出てこなかったね。あーなるほどね。お前らでも靴脱いでねえな。沈んでから何靴脱いだのあいつら。ブロック、このブロックは何なんだろうね。で、これが3人の中学生なんだな。なんか1人だけ背でかいように感じるけど。で、左隣のは何なんだよ、マジで。ああ、見つかってよかった。ほっと息をつき公園を後にした私たち。あの後から3人とよく連絡を取るようになった。いじめ探偵。アキコちゃんのいじめ、あ、そう、アキコがいじめに受けてたんだっけ。保護者と学校教育委員会に連絡した。するといじめの証拠、加害者を突き止めたらしい。これからいじめがなくなるといいのだけれど。うん。合わせて189に電話して両親のネグレクトを報告。189ってなんだろう。すぐにアキコちゃんと妹は、あ、ネグレクトだったのか。なるほどね。急にたくさんのことが起きてしまったけど、アキコちゃんは佐藤さんが話を聞いてくれるから大丈夫だよって言ってくれている。そうかそうか、ネグレクトでカップ麺食ってたんだな。かなえちゃんについては両親が正式に離婚することになったらしい。親権はお母さんになるという、うん、まあ一般的にはそうだね。かなえちゃんの気持ちが心配だったけど意外とすっきりしているみたいで、もちろんお父さんとも連絡取るよなんて笑っている。まあでもで大体1ヶ月に1回とかね、期間限定だったりするんだよね。水木ちゃんはというと、あの後、誠一郎くんと話し合ったらしい。変な手紙は水木ちゃんのお母さんが送っていたことが判明し、誠一郎くんにも伝えた。水木ちゃんのお母さんは水木ちゃんを取られる気がして、誠一郎くんと付き合っているのが嫌だったみたい。なるほどね。誤解が解けたところでもう一度付き合うことになったみたいで、大喜びで聞いてくださいと私に連絡してきたほど。今は二人でお母さんを説得中とのこと。お母さんが折れる日も遠くないだろう。いや、絶対折れねえよ。そんな母親折れるわけねえ。カウンセリングさせないとダメだって。私はあの時匠を救えなかった。匠はもういない。何度自分に言い聞かせたことか。でも本当は匠はずっといつも私のそばにいてくれた。今回匠が私を手伝ってくれたのは確かだ。うん。匠のおかげで3人を救えた。そう思う。匠が亡くなってから後悔しかなかったけど、いつも見守ってくれている匠に胸を張って生きていこうと思った。そしていつかまた会えた時には匠と一緒に笑い合おう。今はそう誓っている。ふと上を見上げる。あの時と同じ綺麗な星空。お母さん頑張ったね。どこかでかすかに声が聞こえた気がした。あー切ねえな。でもこの画像はあれかな、水木の彼女かな。あ、水木彼女じゃねえよ、水木の彼氏かな。まあ前回のエンディングとは違って3人をきちんと救うことができて、でまあいじめ探偵佐藤も自分の息子を失ったその辛さっていうものをね、他の人を助けるってことでこう解消できたのかなっていう感じですね。まあ実際そうかわかんないけど。ああ結局1日でクリアしちゃったね。なんかね、やっぱり、この、なんだろう、チラズアートさんのゲームはね、基本的にそんなに長くなくて、短く終わるんで、やっぱプレイがしやすい。
で、しかも安いしね。安いんだよね、このゲーム。すごく実況向きというか、実際に遊ぶのもすごく面白いんだけど、めちゃくちゃ良かった。そう、やっぱりね、怖がらせ方がうまいなと思いました。まあ、バッドエンディングの時にね、公園の橋で出会った、いきなり走ってきた、影あったけど、あれめちゃくちゃ怖かったもんね。めちゃくちゃびっくりしたし。あと、あの人面犬についてはさ、なんか、怖い要素じゃなかったのかなとも思うけど、完全にネタ要素を含まれてたけど、それでもびっくりしたわ。めちゃくちゃ怖かったもん。はい。このパトロンも俺やってみようかな。支援。どんくらいの額なのかわかんないけど。ああ。面白かった。なんだかんだパート3で収まったかな。まあ、前、中、後編っていう感じで、まあ、分けると思いますけど。まあカットしてね、なるべく短くは済ますつもりでいるけど、結構喋れたと思ったんで、今回は。まあそれなりに、なんだろうね、カットの手間は少なく済むかなっていう感じですね。まあどうでもいいよね、そんなことは。で、このあのあれだね、パソコンあれだ、水木の部屋のパソコンだわ。うん。まああれの、これのおかげで、3人がどこにいるか分かったようなもんだからね。はい、はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。非常に面白いゲームでしたね。はい。